Ready, go! 1番、見返り美人図で知られている菱川師宣は、ほにゃららの祖と言われています。ほにゃららに当てはまる語句は何か？答え、浮世絵。2番、江戸時代、幕府や大名は財政が苦しくなると年貢を増やすことで対策しましたが、これに対して農民が年貢の軽減などを求めるために起こした抵抗運動を何というか。答え、百姓一揆。3番、1837年、大阪町奉行所の元役人らが飢饉で苦しむ人々を助けようと挙兵した反乱のことを何というか。答え、大塩の乱。4番、豊臣秀吉は武士と農民との身分の区別を明確にする政策を実施しましたが、この政策を何というか。答え、兵農分離。5番、化政文化を代表する浮世絵師で代表作東海道五十三次で有名な人物は誰か。答え、歌川広重。6番、江戸時代、江戸が発展して大消費地になると京都や大阪などで作られた上質の品物を江戸へ運ぶ航路が発達しましたが、この航路を何というか。答え、南海路。7番、7世紀にアラビア半島に成立し、東はペルシャ、西は北アフリカやイベリア半島に至る地域を支配した国を何というか。答え、イスラム帝国。8番、江戸時代初期、経済力をつけた信仰の町人を担い手として上方を中心に栄えた文化を何というか。答え、元禄文化。9番、江戸幕府が奨励した儒学の中でも主従関係や上下関係を重視する学問を何というか。答え、朱子学。10番、日本にフランシスコ・ザビエルを派遣したのをはじめ、アジアやアメリカ大陸へ宣教師を派遣して布教を行ったカトリック教会の中心となった修道会を何というか。答え、イエズス会。11番、1498年、アフリカ南端の喜望峰を通ってインドへ到達する航路を発見したポルトガルの探検家は誰か。答え、バスコ・ダ・ガマ。12番、宗教改革後、西ヨーロッパのキリスト教は2つの宗派に分かれて対立しましたが、その2つの宗派とはカトリックと何か。答え、プロテスタント。13番、1825年、江戸幕府は日本と交易を行っている国以外の船が日本沿岸に接近した場合、見つけ次第砲撃するという内容の法令を出しましたが、この法令とは何か。答え、異国船打ち払い令。14番、中世のヨーロッパではキリスト教はビザンツ帝国と結びついたホニャララと西ヨーロッパのホニャララの2つの教派に分かれていました。この2つの教派とは何か。答え、正教会、カトリック教会。15番、江戸時代、都市部において米を買い占めた商人に対して米価の引き下げなどを要求した運動を何というか。答え、打ち壊し。16番、江戸幕府による禁教、貿易統制、外交独占を政策とする体制を何というか。答え、鎖国。17番、オランダ語でヨーロッパの学問や文学を学ぶ学問のことを何というか。答え、蘭学。18番、織田信長や豊臣秀吉が活躍した時代、戦乱の世の終結と天下統一の機運、新興大名豪商の出現、盛んな海外交渉などを背景とし、豪壮華麗な文化が花開きましたが、この文化を何というか。
答え桃山文化。19番、11世紀ローマ教皇の呼びかけでイスラム教の国に占領された聖地エルサレムを奪回するために組織されたものを何というか。答え十字軍。20番、18世紀頃から発達した商品を買い付ける問屋が農民に食器やお金を前貸しして布を織らせ商品を安く買い取るという工業形態を何というか。答え問屋製家内工業。21番、1603年朝廷から征夷大将軍に任命された徳川家康が開いた幕府を何というか。答え江戸幕府。22番、14世紀から16世紀にかけてイタリアから西ヨーロッパに広がった文芸復興とも呼ばれる文化運動をカタカナ5文字で何というか。答えルネサンス。23番、江戸時代将軍を中心として幕府と藩が全国の土地と民衆を支配する仕組みを何というか。答え幕藩体制。24番、17世紀前半朱印船貿易によって東南アジアへの渡航が増えたことが理由で各地にできた町を何というか。答え二本町。25番、貿易に積極的だった徳川家康は貿易を望む大名や豪商に渡航を許可するあるものを発行しましたが、このあるものとは何か。答え朱印状。26番、15世紀から17世紀にかけてポルトガルとスペインが先駆けとなりインド航路や新大陸到達などによって世界の一体化が進んだ時代を何というか。答え大航海時代。27番、唐獅子図屏風が代表作である画家は誰か。答え狩野永徳。28番、火星文化を代表する浮世絵師で代表作富嶽三十六景で有名な人物は誰か。答え葛飾北斎。29番、1600年関ヶ原の戦いで勝利し全国支配の実権を握った人物は誰か。答え徳川家康。30番、江戸幕府の成立後交流が途絶えていた朝鮮との国交が回復し将軍の代替わりなどにお祝いの施設が日本に派遣されるようになりましたが、この施設を何というか。答え朝鮮通信使。